中日エンゼルス、今日も行く。今日も負けそうで草。まだ見続ける価値ある？きっちり先頭に調整。シフトなくなってアユの抜けるようになったと思ってたが、詰まったタリアンペーニャも前でさばいてアウトやし。ここからきっちり突き放さられるのがエンゼルス。大谷が病院行かなかったのって検査受けたら休めって言われるからやろ。仮に大谷こっからノーアーチ&投手全敗に終わったら商品価値下がる。ボールボーイもっとちゃんと避けろ。しかしアストロズ強いな。これがワイルドカードなんだからエンゼルスがいけるわけねえわ。来年から5年連続200本で3000本間に合うな。なんか緊張感じないよな。これ一応10日前オールインしたチームと地区ライバルとの試合かよ。ひいきが打てば100ハーなるけど、相手に打たれるとムカつく。ギリギリフェアのやつ。アストロズはレンジャーズ抜く気するわ。大谷せめて50本は行ってほしいけど、いけそう？それともペース落ちてるし無理？今日負けたらさすがにプレーオフ絶望。もう負けたくてやってるだろこれ。負けたら終戦なんやぞ、わかってるんか。エンゼルスって毎回大量得点されたり四球連発するゴミピッチャーばかりなのはなぜ？点取り返してもらったら次の回で倍以上は吐き出すのがエンゼルスの投手陣だから。ご視聴ありがとうございました。